町もものづくりもライバルはご先祖様。400年前から続く富山県高岡市の物語。皆の者ご機嫌いかがかな。わしは加賀前田家2代当主前田利長。今から約400年前、高岡城を築き高岡の町を開いたのはこのわしなが。ところで皆は日本遺産に認定された高岡の物語をご存知かな。加賀前田家ゆかりの町民文化が花咲く町高岡、人、技、心というタイトルなが、まだまだ知らないものも多いだろうから、この利長が案内しよう。はじめに今の高岡を見てみよう。日本海側の真ん中にある富山県高岡市は、その西部の中心となる商工業都市なが。北陸新幹線に乗れば東京からは3時間ほどながね。こんなにも気軽に江戸へ行けるとは、なんともいい時代になったな。高岡は眺めも食も実に良いとこなが、天原市海岸からは立山連峰の大パノラマを望むことができるし、富山湾の取れたての魚は絶品なが。何より豪華絢爛な祭りや伝統のものづくりなど、加賀前田家ゆかりの町民文化や心意気が現代まで受け継がれておる。それではまずわしが出すご先祖様クイズに挑戦してみよう。実を言うと、わしはクイズが大好きなが、さあみんな正解できるかな。第1問。戦国時代、武将のトレードマークとして様々な形の兜が流行したぞ。ではわし、前田利長の兜はどれか、わかるかな。写真とわしをよく見比べてみよう。答えは B。 大地を揺るがすナマズの形をしていて、合戦では縁起が良いとされていたということなが。それでは日本遺産に認定された高岡の物語を始めよう。今から400年前、高岡の始まりはまさに激動の時代。関ヶ原の戦いの後、政権が豊臣から徳川へ移り変わる時期で、豊臣御大老の一人だったわしはとてつもなく苦しい立場にあった。その上、慶長14年3月に隠居していた富山城が焼失してしまった。万が一の戦いに備えた新しい城が何としても必要だった。そこでわしは以前からいい場所だと見立てていた関野の地に、わずか5ヶ月の突貫工事で城を築き、その年の9月に入城したのだ。今の高岡古城公園があるところ長よ。ここは敵が攻めにくい地形で、周辺は物の行き来にとても便利な場所長よ。そしてわしはこの町を高岡と名付けた。この高岡の地に家臣だけでなく、商人や物作りの職人たちをどんどん移住させていった。例えば砺波郡の西部金谷からは7人の芋地を招いて芋物作りの町を作った。それが今も残る金谷町なが。芋地には税金を課さず、特権を与えて芋物作りを奨励したりして、城下町としての繁栄の土台を作った。どうだ、我ながらこのスピード感と行動力は実にあっぱれだろう。ところが高岡城ができてからわずか5年でわしは亡くなってしまった。なんとも無念だった。家臣は皆金沢に引き上げ、1年後には一国一城令によって高岡城は廃城となってしまった。できたばかりの城下町高岡はあっという間に大ピンチに陥ったということなが、わしの大事な高岡はどうなるが。続きが気になるところだが、ここでご先祖様クイズ第2問目なが。廃城となってしまった高岡城だが、もともとわしはなぜこの城を建てたのか。 A、 わしの別荘として、 B、 隠居後の住まいとして、 C、 わしの妻のための住まいとして。はて、どれだかわかるかな。答えは B、 隠居後の住まいだが、万が一の戦いに備えて鉄壁の高岡城で守りを固めたということなが。さてさて、加賀前田家の本当の凄さはここからなが。高岡の存続の危機に救世主として現れたのが、わしの異母兄弟の加賀前田家三代当主前田利常なが。や、利常はわしの熱い思いを受け継ぎ、高岡を守るため町民が町から引っ越すことを禁じたが、
そして武士の町から商人や職人といった町民が主役の町へと大転換を図ったが、義経の政策によって高岡は物資の集まる場所となり、ものづくりや交易が盛んになったおかげで大いに栄えた。廃城になった高岡城も城の形やお堀はそのまま残しつつ、城内に塩や米の蔵を設けた。つまり軍事拠点としての機能を残しながら流通の拠点として活用した賢い方法ながね。さらに義経は和紙を弔い、町の繁栄を願って後に国宝になる瑞龍寺、そしてわしの立派な墓所も建ててくれたが、なんとありがたい。こうして義経や多くの町民たちの努力のおかげで、高岡は最悪のピンチを最高のチャンスに変えることに大成功したということなが、いやはやなんともいい気分だ。今日が乗ったところでご先祖様クイズ第3問を出題するぞ。次はなかなか難しいかもしれんぞ。かつて高岡の商人たちは北前船という船で各地へ物資を運び売買していた。ではこの北前船で北海道から高岡へ運ばれていたものはどれながか。答えは2つあるぞ。答えは昆布、ニシンや鮭などの海産物だ。特に昆布は北海道から日本各地へ運ばれ外国にもつながっておった。このルートは昆布ロードとも言われておる。さて話した通り、義経の期待に町民たちがしっかり応えて、高岡は見事に商人や職人が活躍する町になった。次に高岡のものづくりを代表する鋳物づくりについて話そう。最初は鍋や釜、農具など鉄製のものを多く作っていたが、やがて香炉、花瓶、仏具など文化的な品物の需要が高まり、装飾に富んだ製品が作られるようになった。高価な銅器作りが盛んになると、北前船で全国各地に販路を確保して海外貿易にも進出した。そして加賀藩全体の物資の集積地となったのが今もある伏木港だが、伏木は北前船の寄港地としてたくさんの船が行き交い、高岡の町は加賀藩の台所と呼ばれるほど栄えていったがよ。そんな中で財力のある豪商たちが豪華な装飾で競い合ったのが高岡御車山祭りだが、七木の御車山には彫金や漆、染色など高岡の伝統工芸の粋を集めた装飾が施されておる。長い年月をかけてだんだん今のような豪華絢爛なものになった。町の発展に貢献してきた町民の心意気を表しておるんだな。高岡御車山祭りはユネスコ無形文化遺産に登録され、世界にも認められた。これも町民たちが誇りを持って町を盛り上げてくれたおかげだが、皆の者ありがとう。それでは最後のご先祖様クイズだが、高岡の職人たちが技術を集結させて作った高岡銅器切手の大作が高岡大仏だが、なんと作家の与謝野晶子には美談と称されたのだが、その高岡大仏は4つのうちどれかわかるかな。答えは A。 確かになかなかイケメンながね。高岡大仏は奈良、鎌倉の大仏と並ぶ日本三大仏の一つながよ。ここから先は今の物語なが、ご先祖がすごいだけじゃダメ、今を生きている皆のこれからがもっと大事ながよ。あ、ちょうどいいところに来た。二番町の町人たちの若頭吉兵衛、ちょっとこっち、お前の考えを聞かせてくれるかな。へい、年長様、こっから先おめえらはどうするのってことですよね。町人と職人がつないだ高岡の今をこの吉兵衛がお聞かせしますぜ。高岡銅器や高岡漆器に代表される伝統のものづくりですけどね、昔のまんま作ってたんじゃそりゃ立ち行かなくなるって言うんで、あっしらの子孫がさ、今面白いこといろいろ仕掛けてるんですわ。江戸から続く繊細な技の数々を生かしてさ、今の暮らしや人の心に寄り添った新しいデザインのプロダクトをどんどん作ってるんです。日本全国ではもちろん海外で評判の品物も多いんですぜ。あれもこれもやんややんや、頼もしいじゃないですか。これからも楽しくて新しいものをどんどんご提案していきますぜ。おー、よしべー、あっぱれあっぱれだ。今の町民たちは実に頼もしい。高岡は400年前からの街道筋、町並みが今も風情をたたえておる。
伝統行事や最新のものづくりにもこれまでの町民の歩みと心意気が色濃く残されているところだが、皆が互いに切磋琢磨しながら歴史資産を生かした新たな文化や魅力の創造に努めていくことが大事だがね。これからも高岡と町の人々に、さあさあ皆の衆ご期待あれ。町もものづくりもライバルはご先祖様。明日へ続く。